はい、それでは画面のご注目ください。初めて行ったアルゼンチンです。ブエノスアイレス。本場の楽団の演奏に、ユーの声が瞬く間にかき消されてしまった。タンゴを歌うためのタンゴの発声法があった。言葉の壁、異国の文化。くじけそうなユーをブルースの女王は励まし、突き放した。娘や母は懸命に支えた。ユーのアルゼンチンへの修行の日々が始まった。厳しい発声法のトレーニング、ブエノスアイレスの安アパートでのギリギリの生活。しかしアルゼンチンの人々は優しかった。タンゴを歌う日本人という物珍しさ、彼らは心からタンゴを愛していたからだった。やがてユーの心はタンゴの情熱的な踊りのように赤く燃え上がった。ひたむきなユーの努力はアルゼンチンのメディアの注目するところとなり、テレビやラジオの出演が増えてくる。ユーの心はアルゼンチンの現実と向き合った。貧しい子供たちの暮らしにタンゴの心を重ね合わせた。お前の花を引き取る。
ユーの感性はアルゼンチンの空気とタンゴを踊り始めた。そして新聞はユーのことを、耕作さんに対しての拍手は着物を着たタンゴに対してのそれではなく、タンゴそのものに対してだったと書いた。耕作がユーは本場アルゼンチンで国籍を超えた一人のタンゴ歌手。星吹雪さんの没後35周年の記念の
カバーアルバムをキフレコードから出させていただいたんですが、タンゴ歌手が歌う子羊の世界っていうようなことでね、はい、ありがたいことですね。あの先ほどの DVD ではですね、小林文子さんから突然あなたはシャンソンブルースよりも、うん、タンゴを見てるからタンゴに伝えなさいって言われたときどういう関係なんでしょうか。いやもうあの先生のご自宅でね、あの阿部典子先生のご自宅でレッスン受けてましたらね、あの先生がね、まあ、私の歌ってる、まあ、レッスンを受けるわけですから、私の歌ってる歌をじーっと腕組みをしてね、じーっと聞きになってたんですよ。そしたらね、あのやわらあの小さなつぶらの瞳をパンと開けてね、それでね、いきなり、あなたの声はね、タンゴがいいわ、タンゴやんなさいって突然ある日言われたんですよ。もう今から30年近く前ですね。でもその時ね、えってシャンソンも一生懸命歌ってたのに、やったの声はタンゴよ、タンゴ歌ったらいいわっていきなり言われて、タンゴって歌ったことがないし、あの難しい、当時はあの藤沢蘭子さんがね、ちょうど引退をなさる年だったんです。1991年のお話です。それで、もう藤沢蘭子さんって素晴らしい単語を歌いになりましたから、いや先生、あんな難しい歌は私は歌えませんって言いましたら、じゃあもうね、歌詞はやめなさい、娘のために再婚しなさいと言われて、単語をやるか歌詞をやめるかという選択を突然突きつけられたんですよ。でもね、先生のもう命令ですから、これはね、お断りを、ね、してはね、先生、私は波紋になってしまうかもしれないので、はい、では、務めさせていただきますって、そこから苦労しました、もう。スペイン語からね。そうです、もう、ウーノ、ドース、トレス、クワトロ、これからの勉強ですか。ちょっとおまけにね、先生が、あんたの声はタンゴって言われて、その3ヶ月後にアルゼンチンのコルドバというところで音楽祭があるから、まあ、自分がね、青谷先生おっしゃるように私が呼ばれてるけれども、地球の反対側にもともかく1日半かかりますから、行くだけで、で体力的にちょっと自信がないから、あんた代わりに行ってらっしゃい、3ヶ月で7曲を覚えなさいとこう来たんですよ。スペイン語でですよ。私40歳当時でしたから、いやもう先生無理ですって、それぐらいあんたできなかったらこれから歌手としてやっていけないわよって言って、まあ励まされたり叱られたりというような怖かったですよ。言い出したら聞かないの、小さな目なんだけど鋭いんですよ先生の目は。そこからです、はい、その後はもう日本とアルゼンチンの国防志向100周年、はい、10周年、いろんなイベントがありましたけど、はい、そのたびにいろいろご活躍されましたよね。そうですね、やっぱりあの、はい、はい、あの青井先生に言われて、タンゴをね、まあ、ブエノスアイレスにその後音楽祭に出演して、あまりにあちらの歌詞が素晴らしい、もう本当に日本の歌詞と大人と子供の差だなって実感しましたので、何度も留学いたしまして、今ビデオで見ていただいたように娘を東京に置きまして、何度も何度も単身で留学をいたしました。でそのうちにね、やっぱりタンゴの文化っていうのは本当に素晴らしいなということに気がつきましてね、それで私は日本の文化と何とか架け橋にならないものかということで、2008年の日本とアルゼンチンの修好110周年の時に、タンゴと日本の、まあ、我々の伝統芸術の代表的なものですね、お能をですね、能のコラボレーションで源氏物語を作ったんですよ。すごいでしょ。私めくれ蛇に落ちずって言いますけど、もうね、日本の伝統芸術のあのすごさ、人間国宝の方たちの大変なあのね、まあ、格式っての知りませんでしたから、まあ、何も知らないからやれたんですけど、でもまあ苦労した甲斐がありました。日本でもやりました、それからブエノスアイレスでもいたしましてね、特にあのブエノスアイレスの日系の方がね、はい、もうあの2011年にやりましたんですが、70代80代の方たちが日本に本当にこれでこんなに素晴らしい伝統芸術があるということを、アルゼンチンのブエノスアイレスの人たちに見てもらうことができたということでね、
涙を流して喜ばれたんですよ。だからね、ああやっぱりやって苦労したけどやってよかったな、まあ、文化の架け橋でね、単語と日本の伝統芸術を掛け合わせてみまして、まあ、やりましたんですが、はい、当時の小渕総理からもね、いろいろ意味あったって本だとかメッセージあったと思うんですね。ちょっとあの当時まだ小渕総理がね、総理でまだご健在でいらっしゃいまして、まあ、公演実現した時は残念ながら小渕総理はもうお亡くなりになってたんですが、そのこの「常夜」という「源氏物語を」を、まあ、作りましたきっかけは、亡くなられた小渕総理が日本はもうねこれから食糧難が必ず来ると、でアルゼンチンという国は人口6000万人から6500万人なんですが、国が大きい、まあ、土地が広いものですから、ご存知のように酪農家、牛は人口の4倍近くおりますし、もう水もきれい、それからもう皆さんよくご存知のように乳製品はたくさんあります、木材もあります、もう大変にこの土地から素晴らしいね食べ物を生産する、それが国民全部が足りて約4割近くを輸出してる国なんですよ。それで小渕さんがいずれ日本はねアルゼンチンに食べ物をねやっぱり輸出してもらわなきゃいけない、それにはあなた方文化のその文化の架け橋、いわゆるこのまあ何て言いますか、私たち一般人ですよね、政治の世界よりも一般のその人たちが文化でもってアルゼンチンの人たちと日本の人たちが仲良くしてくれるっていうのはなぜ大事なんだよと、だからなんかぜひ文化を結びつけてくれというような、まあ、これもまたね一つ命令でございました。もう私みたいな微力な私なんですが、タンゴを歌ったり演奏したりする人は日本にはとても少ないものですからね、それでまあ淡谷先生が結びつけてくださったタンゴの世界で、まあ本当にいろんな経験をさせていただいて今日に至っています。いろいろお話をしますと何時間になっちゃうんですが、ちょっとお歌もお伺いしたいと思います。それではマリカさんと呼びましょう。はい、じゃあ、ね、素晴らしい場合をお願いします。また、スナンダウン登場です。マリカさん、お願いいたします。伴奏はですね、皆川マリカさんの